こんにちは、アカデミアの富雄です。今回はサロンポピュラーベーシック74になります。今日はビダルサッソンカットの中でも最も難しいと言われている5ポイントをカットします。基本に忠実にしかもわかりやすくカットします。また出来上がりからチョップカットや削ぎを行い、今のサロンスタイルへと落とし込むとどうなるかも2回にわたり作っていきます。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。では今回はビダルサッソンカットの中でも代表的な5ポイントカットをしていきます。サッソンカットの中でも最も難しいと言われているヘアスタイルです。まずブロッキングですが、センターで分けて、このように前頭部と後頭部を分けます。まずフロントサイドからカットしていきます。このように第一パネルを取り、後ろは耳にかぶさるぐらいの長さにし、前下がりにカットします。前の方の目安は唇ぐらいです。次のパネルは下のガイドに沿って前下がりにカットします。パネルの引き上げ角度はあまり引き上げません。最後の毛束も同じようにカットします。できましたら反対側もカットします。バックは耳がかぶさるぐらいで、前の方は唇に向かってカットします。目安を見つけておくことで左右対称にカットすることができます。はじめにイメージより少し長めにカットします。バックから長さを確認後、求める長さにカットします。次のパネルからは同じようにカットを進めます。次に前髪をカットします。前髪の横幅は瞳の外側ぐらいに取り、3等分に分けて中心部の毛束をカットします。眉毛が隠れるぐらいの長さにカットし、センターをガイドに両サイド毛束の浮き具合を見ながら左右対称に見えるようにカットしていきます。両サイドの髪の浮き具合を見ながら左右対称かどうか確認します。できましたらフロントサイドの髪をダウンシェイプして顔に沿うようにカットします。トップの髪もきれいに放射状にシェイプして下をガイドにカットします。あまり多くのグラデーションがつかないようにカットします。こちら側も同じようにカットします。
次に前とのバランスを見てバックセクションをカットします。バックセンターで分けて第1ブロックを取ります。フロントサイドとのバランスを考えながら襟足の長さをカットします。本来このようにバック中心部が長くなるようにカーブされてカットします。これが本来の5ポイントカットのデザインですが、これらは欧米人の髪の生え方がバック中心部に集まる生え方が多く、それを活かしたカットだと思います。ですのでサロンスタイルとしては首の丸みに沿ってカットしておきます。中心部に角を残すことでデザインが崩れやすくなります。髪が中心に集まるような生え方の人は別です。はい、今回はこのようにカットします。ネープの長さは全体が仕上がってきた状態で微調整します。次のブロックを取ります。下をガイドに同じようにカットを進めます。トップの毛束も同じようにカットします。次にフロントサイド厚みを残しブロッキングをして、ここの髪をガイドに襟足に向かってヘムラインに沿って斜めスライスを取ります。この毛束はバックセンターに行きやすいので、横から見た時に縦に近いアウトラインになるように図のように毛束をフロントサイドに引き、カットラインは垂直になるようにカットします。まずここをガイドに毛束は顔の側面に引き、カットラインは垂直にします。こうすることで襟足のカットラインが縦に近いラインにすることができます。初めての練習はヘムラインに沿って斜めに切っても構いません。次のスライスもフロントサイドの髪をガイドに、この図のように少し毛束を浮かせながら垂直に近くカットします。ビダルサッスンの5ポイントではここのラインが縦に近く残っていることでもみあげが強調されています。次はパネルを引き上げカットラインは移動します。今度は毛束を垂直方向に引かないでパネルの角度を上に浮かせるようにしてカットしていきます。ここにガイドが見えますので、これをガイドにサイド方向に引き、バックセンターが長くなりすぎないようにグラデーションをつけていきます。何回かカットしていくうちにその兼ね合いが分かってきます。一番上の毛束もサイドをガイドにカットを進めます。
こちら側もフロントサイドのブロッキングをして、ここをガイドに同じようにバックの毛束をフロントサイドに引き垂直にカットします。あとは同じようにカットを進めます。次に少しオーバーラップしてチェックカットします。できましたらセンターで分けて頭の一番出ているところでブロッキングして、縦に近い斜めスライスでバックセンターの三角の部分の角を取り、ポイントの位置を調節します。次も斜めスライスでオンベースでカットしていきます。フロントサイド近くは縦にカットしてからスイッチして横のカットラインとブレンドしていきます。反対側も同じ要領でカットを進めます。頭頂部を残してブロッキングします。横から見てフロントサイドとバックのポイント位置を確認してカットしていきます。はじめに縦スライスに取り、下をガイドにカットラインに沿ってカットします。次からは同じ要領でカットをします。
反対側も同じようにカットを進めます。トップセクションも同じようにカットを進めていきます。そうすると、サイドからカットしたラインとバックからカットしたラインがぶつかり合って、少しこの部分にウエイトが残りますので、ここをチェックカットします。フロントサイドからチェックカットしてぼかしていきます。反対側も同じようにぼかしていきます。次にアウトラインをきれいにカットして、襟足の長さのバランスもチェックします。ウィッグの場合、もみあげや襟足に厚みがありますので、少し削ぎを行い調節します。ウェットカットが終わりました。前から見た感じ、後ろ、そして横になります。乾かしてから少しアウトラインや前髪などカットラインをきれいにして仕上がりになります。では仕上がりになります。はい、仕上がりです。5ポイントカットの仕上がりを見比べてみましょう。バックサイドのカットラインが縦に近いことでフロントサイドの鋭角な感じが強調されます。はい、ビダルサッスンカットの中で最も難しいと言われる5ポイントカットをカットしてみました。
基礎ができていれば問題ありません。ビダルサッソンカットは理論的で、見て頭で考えて練習することでどの人も同じヘアスタイルが作れるようになり、ビジネス的にも多店舗化ができるようになりました。また逆毛とスプレーで固められたヘアスタイルをシャンプーとドライヤーで乾かすだけで形になり、固められたヘアスタイルから女性が解放されました。それから一人一人の個性に合わせてヘアスタイルを作り、髪が動くことでの柔らかさと美しさが求められ変化してきました。しかしヘアデザインにおいてヘアカットのベースはビダルサッソンカットで問題ありません。ジオメトリックカットで完成されたデザインを今のサロンヘアスタイルへと変化させます。一番の違いはウェットで少し甘めにカットして、ドライカットで髪の動きを見ながらチョップカットや削ぎを加えることで今の動きのある柔らかなサロンスタイルになります。では次回はこのヘアスタイルからドライカットをします。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。